はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへこそ、ギタリストの竹下敦です。本日ご紹介するのはこちら、オールフェイスバレーギターです。音の方はね、まず聞いてください。禁じられた遊びの前半部分です。そういったギターとはかなりキャラクターが違います。すごくギター自体も軽いですし、木のね、目もドイツのギターほど詰まってないんで、すごくある意味軽快な感じ、まあ、軽やかな感じですねがします。で、私はこのギターをすごくおすすめするポイントとして、まず値段が安い。このギターにして非常に安い値段で購入することができます。詳しくはね、輸入元の黒沢楽器さんに、問い合わせていただくとよろしいかと思いますが、本当にびっくりするほどの値段で、安くね出ています。はい、まあ、ピンキリですけどね、入門用のものでもこういうものでも正直あまり変わんないんですよ。結局は弾く人が弾けば同じような音になるんで、ギターっていうのはね、本当に不思議なもんで、その人の音っていうのがあるんですよね。まあ例えば大谷さんなんか、そればっかり例えられるのはなんですけど、何のボール投げてもいいボール投げるじゃないですか。ギタリストも一緒で、いいギタリストは何のギター弾いてもいいギター弾くし、ありがとうございます。そうでもないギタリストは何のギター弾いてもそうでもないんです。そういうもんです。はい、私もまだ日々勉強でございます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。 See you next time です。じゃあね。